ははいいさんこんこにちは、えー、写真家の藤村大輔と申しししまますすよろしくお願いします今日はですね、あのー、こちら「s 1で、えー、変わった美に対する思考っていう、ね、お話、えー、CP プラスでできなかったお話を、ね、ここでやりたいと思いますので、ねえー、じっくりとご覧になってください。はい、まずですね、まああのー、今日は僕の作品についての説明にですね、えー、少しばかり、まあ、作風の変換について、ね、お話ししたいかなと思います。 まずですねやっぱり僕は常々昔から思っていることは作品っていうのは、えー、美しく見たいといととうことですね、えー、僕はねほんと昔から美しいものが好きでですね、えー、美しい写真っていうものも好きだったんですね。であの最も昔に見たあの記憶のある美しい風景写真っていうのはおそらくね 幼稚園か小学校低学年ぐらいの頃だったと思うんですけどカレンダーかうちに、ね、あったカレンダーかポスターか、えー、忘れたんですけどスス、まあ、スイスのの、ね、アルプスの景色だったんですねでその美しい山の写真を見て感動したっていうのを、ね、あの今でもよく覚えてるんですけど、えー、まあ死ぬまでに、ね、絶対この景色を、えー、見に、ね、スイスに行きたいなっていうことはよく、ね、親には話をしてました。まあこれね、どういうういい景色かっていうと まあね、こういうような例えばグリンデルワールドマッターホルンっていうねよくねカレンダーとかポスターで見るような風景だと思うんですけどこういうような風景をね、えー、見て見に行きたいなと思いますこれはねあの僕が、えー、26歳の時に憧れのスイスに行けたのでその時に撮った写真なんですね26歳の時の写真ですけど、えーまあ、24歳で独立して、まあ、海外旅行をねしながら写真を撮り始めてですね最初はあのヨーロッパ、えー、ヨーロッパを中心に海外を撮り歩いてたんですね。 美ししい風景を求めていてましたそんなね20代の頃っていうのは、まあ、こういうね世界遺産の村これはオーストリアのハルシュタットっていうところなんですけどねこういう世界遺産の村だとか世界遺,産の遺跡だとかねイタリアの、えー、フォロロマーのローマですね、えーまあ、こういうような美しい宮殿だったりとかですね、まあ、こういうような、えー、写真をたくさん撮ってましたこのかわいいおじちゃんをね撮ってたりね、えー、してました。ね 子供がいるんですよこれね何持ってるかって言ったらなんかライフルのねおもちゃかなんかこうやって持ってね門を持ってるんですよこうやってね門番してるんですよね,ねこの可愛らしい子供がいてこういうような、えー、子供を撮ったりね、えー、してましたである時にですね、まあえー、まあ独立した後だったんですけど師匠にですねこういう、まあ、僕まあ、師匠がいるんですけど師匠に写真を見せながら話をしてる時に。 いやお前こういう綺麗な写真ばっかり撮ってたんじゃ年取ってから困るぞって言われたんですよね。でその時全く意味不明で何をこのおっちゃんはけのわからんこと言ってんだろうみたいなね <laughs> あの、えー、なそうに思ってたんですけど、えー、でもねそれはねやっぱり後になって分かっっっててかたたんんんでですすちゃとと作品を撮れっていうことだったんですよね、えー、だから当時から、えー、作品っていう意識はあんまりなかったんですけど必ずね、えー、ヨーロッパに行ったら撮ってる被写体があったんですね。それが夜夜景景だったんですね夜景 まあこういうような夜景ですね。これはパリですね。パリ真ん中に立っているのはエッフェル塔ですね。パリの夜景。まあこういう、えー、夜景まあ綺麗な夜景をね、えー、その当時から魅了されてですね、美しい夜景綺麗な夜景ということを撮ろうかなと思って必ず訪問先では撮影していました。まあ要はね日刊みたいなもんですね。 当時フィルムの時代なので感度も低くて長時間録音をしなければならないということで総反則不起っていう現象がね起きて感度がどんどん下がっていって露出不足になる傾向があったんですね今デジタルカメラではそういう現象はないんですけどそういう時代から夜景を撮ってました富士フ,フィルムのフフねベルビアっていうフィルムを使ってたんですね。 感度50ってて書いいあるんんでですすけど実際50もないんですよね感度40とか下手するとねその種類 MR4 によってはね32っていう場合もねたまにありました、まあ、大体40ぐらいしかなかったんですよねすごい低感度のフィルムだけどねすごく抜群に発色が良かったんですね色が綺麗 色が綺麗で、も、ま、う、あ、あの解像力もすごく強かったんです。解像度がすごく高かったから、これ以上ね夜景に向いてるフィルムはないなっていうことで僕はすごく好んで使ってました。まああの僕の20代の代表作でもあるあのモンサンミシェルの夜景ですね。モンサンミシェル。ね、これもベルビア50で撮影されたものですね。 はいでね今美しいとか綺麗とかっていう話をねちょっと言葉を出してるんですけども、えー、僕はすごく綺麗な写真を好きで撮ってました、えー、でもねその師匠にこんな綺麗な写真ばっかりっていうふうに言われてしまったんですよね。何か って言ってて、えー、ままあ、調べてみましたね言葉をね綺麗な綺麗、えー、っていうことと美しいっていうことこれ何かって言ったら綺麗、えー、はね色形などが華やかな美しさを持ってる様とかねこれ書いてる通りなんですけど美しいっていうのは色形音などの調和が取れていて快く感じられる様いろいろこれね書いてますねこれちょっと読んでみてくださいね。で これまとめるとね、どういうことかって言ったら、綺麗っていうのは清潔さや清廉さなどが優れている様を表す言葉で、美しいっていうのはあるものに対して心が奪われるような状態を表す言葉だ、そうなんです。ね、これは、えー、僕がすごくね感じたのは、これってね表面的な美意識なのか内面的な美意識なのかっていう違いなんだなと思ったんですね。でここであっと思ったのがやっぱ師匠の言葉なんですよね。師匠にやっぱりそう言われた言葉っていうのが。 えー、表面的な写真ばっかり切れさばっかり追ってると後で絶対に後悔するぞっていう意味だったんですねただから作品としてやっぱり内容をを重視しろということを、ね、言われてたんですでそれをやっと、えーまあ、結局年を取るにつれて、えー、分かるようになってきて「あ師匠ごめんなさい知りませんでした、えー、やっと理解できました」って感じだったんですけど。はいでね、あのすごく、えー、そういうふういふな 意識を変えるようになってきてきでもそういう意識になり始めた頃にちょうど起きたのが東北の震災なんですよね2011年震災の時にですねまあそういういろいろ考えたんですね自分はね。 何をすればいいんだろうとか作品って何なんだろうとか、ね、写真撮るべきなのかなとかねいろいろ考えたんですよね。で、まあ、東北の震災も皆さんもね、まあ、よく覚えてると思うんだけど、あのー、いろいろ考えてでいろいろ遠くに撮り,撮りに行きたいなとか行かなきゃならないのかなとかいろいろ考えてやっと撮りに行く決心がついていけたのって2016年なんですね。5年間もねちょっっっっと迷いいななががら行けなかたたんですでそのの時に撮った作品っていうのが これ、この写真なんですね。あの浄土ヶ浜です。都のね。都の浄土、ヶ浜浄土ヶ浜で、えー、これ夜ですね。夜景を撮っていたんですね。以前はですね。こういうような作品っていうのはね。全然撮ってなかったんですよね。で、あのー、まな、あ、んでかって言ったら光がないので。えー ねまあ、まあ昔からすごく年夜景っていうものを意識していたので光がきらびやかで街中でえ明るくてきれいなね写真っていうのを目指してたわけなんですけどでもねこういうような心の中からえ作品っていうものを作るっていうことを考えたときに震災があって多分この浄土ヶ浜の岩ってねこの皆さんね覚えていますかねニュースなんかよく出てましたけどこのくらいまで津波でねえ埋もれちゃったんですよね。 ほんとてっぺんの先っちょだけ出てたたたぐらいいだったみたいですねそのぐらい津波の威力がすごくってですねそういうこともあったのでやっぱりそういった写真を撮りに行きたいと思ってましたこの時にね駐車場に車を停めたりしたんですけども仮設住宅がねまだ駐車場にあったんですね2016年に。 で、このカットも取ったんですね。これは、えー、浄土波紋今の、えー、岩を。 まあ、一応もうちょっと横から撮った写真なんですけど、ここに見えているのは月なんですね。月、月の出を取りました。日の出じゃなくて、月の出です。なんでかって言ったら、日の出っていうと、すごくね、あの、復興されて、これから未来の向けて明るいというイメージがあるんですけど。まだ復興は途中だなということで。えー、まだ日は昇らないな、月ぐらいかなっていうぐらいな意味合いで、撮った作品なんですね。だから、そういうちょっと心の中からの作品というものを、撮ろうかなというふうに思い始めました。 まあねえー、そんな中ですねやっぱりね、あのー、カラー写真ですから、えー、僕が撮ってるもののほとんどっていうのはねカラー写真の醍醐味っていうのは色なのかなと思ってます。で、えー、色が美しくなければねどんなに美しい被写体でもね、えー、美しく撮ることはできないかなと思います。はい、この写真ね何といってもすごくね、えー、美しいグラデーションこの空のねクワッと、ね、明るくなるとこか影とのグラデーションがものすごく美しい。 え写真だと思うんですよねでこの美しいトーンっていうのがやっぱりね、えー、重要視をしているところでもあるんですけどもこののトーン海面の反射なんかもすすごい綺麗ですよねすごいねでこれはねやっぱり「s 1、えー、発売前のプロモーション撮影で撮った写真なんですけどねこれはカタログにも載ってますのでもしね、あのー、ご覧になる機会があったら見てもらえればいいかなと思います。 でこれも新製品発表会の時に展示されていた石垣島のマングローブの写真なんですけどやっぱりこれ注目してほしいのはこの雲の黙々感の質感ですよねこの雲の黙々感の雲感感質と水面に海面に映った雲の質感でこの辺の質感がすごい見事に出てるなっていうそういう写真なんですよね。これはやっぱり低照度に強くって色の情報量っていうものが極端に豊かなカメラじゃないとこういう写真が撮れないわけなんですよね。はい でこの時きねすごい感じました、えー、強く感じたことがありますこれはですね、えー、本気で作品作りができるカメラにやっと出会えたのかなということなんですよね、えー、やっぱり僕の作品っていうのは、ね、色がすごい重要だから、えー、色の情報っていうものがねすごい、えー、たくさん欲しいんですよね、えー、このカメラあこの写真はですねカメラが S1R を使ってますイタリアのフィレンツェっていうところですね S1R と24ミ、mm、リから105ミ、mm、リ24105を使ってるんですけど。 えー、2400音ってすごいね素晴らしい描写力で、えー、旅行レンズって言ってもいいかなとは思うんですけども旅行のレンズとしてては非常に優れてますそんなの大きくないしねズームも効くし、えー、描写力すごいし F4 投資だしこれすごくいい,、あのー、い,いですよね。うん、ねこの、えー、ここであとね色について注目してほしいのは空の深い。 青のトーンなんですこの空のこの青いトーンとこの街中の光のアンバー色これねどっちも主張しすぎないで、えー、自然な風合いながら中世の歴史を感じるような、ね、色合いになってるんですすよねすごい落ち着いいいてる色合いなんですよね。 あの最近よくネットで見かける夜景って派手になりすぎてしまったりとかね、えー、してすごく不自然な夜景って多いんですけどやっぱこういう、えー、やっぱり不自然じゃない風合いの夜景っていうものに忠実に僕は再現していきたいなという感じてるんですね。はい、で実はですねこの色青とこのアンバーっていうのはね同じ色相内に入ってるんですね。 フォトショップとか使ってねカラーバランスカラー塗りつぶしとかっていうとこ開けるとねこういうようなものが出てきて、えー、カラーのところを見ると、ね、色相、彩度、明度明っていうのが、ね、あるんですよね。このサイドと明度っていうのはお互い全然ほとんど変えずにちょっと若干1%ぐらい変わってるかな、ね、でもほとんど変わらずに色相の部分だけのこのレベルが変わってるんですよこの色相のこの。 あのこれねデザイナーとかがよく気にする、ね、色の法則なんですけどサイド度イっていうのを変えずに色相だけ画面内にある色っていうのは色相だけを変えると非常に、えー、バランスよく、えー、違和感のなない色になるんで何、ね、か,か文字を足したりとか他の色を足したりする時もこのサイドとか明度を変えずに色相だけで違う色合いを足していくと全然違和感なくバランスよく、えー、組み込めるっていうそういう法則があるんですね。 これあんまりね写真撮るときにはこの法則を気にして撮ることというのはちょっと不可能なので無理なんですけど知っとくと多分え役に立つことがあるんじゃないかなと思いますね自然界っていうのはこのカラーバランスは極端に崩れていることがあんまりないのでえねあんまり気にすることはないのかもしれないんですけども画像処理を終了するときとかにこのねあのバランスを崩してしまうことがあるんですよねなのこれはあの気にしていればいいかなと思うんですね。 はいでねこれねついこの間行ってきたつい先々週行ってきたばかりのジュエリーアイス北海道のね道東の方のジュエリーアイスの、えー、写真なんですけどね非常に美しいこの色合いの、えー、空のグラデーションと夜明け前です夜明け前夜明け前の日の日顔も出てきて白編み始めて明るくなってきたタイミングちょっとこっちらはまだ暗いかなっていうここに、ね、よく見る月もあるんですよね三日月見えるかなちっちゃいんですけどねここね。 三日月みたいなね月綺麗な月があってこのジュエリーアイスの上に雪が降っていたので氷の上に雪が少し積もっているんですねでその氷の上の雪とこの波これちょっとねスローシャッターだから波がふわっとしてますけどね、えー、この色のグラデーションと色のトーンっていうものが絶妙なんですよねこの絶妙な色合いのトーンっていうのがやっぱりこの S1 ならではの S このカメラは S1R か S1RS1 シリーズの特徴なのかなと思います。 ねえー、夜明け前から撮ってると絶対に日の出って撮りますよね。<laughs> 日の出これもう狙ってたんですけど、ジュエリーアイスとねすごい輝いてて綺麗でしょ。これこの写真見て僕びっくりしたんですよね。このモニターがいいのかなっちょっと思ったんだけど、<laughs> ねあの非常に綺麗、えー、な、えー、ジュエリーアイスの写真に見えてるし、も、え、う、ー、すぐねこの場にいるような感じに見えますよね。ねそう目の前にいるような感じに、えー、見えてしまうっていうのも。 何ていうかな空気感だとか質感だとかっていうねこの感覚的なものがより表現できているこれはやっぱりトーン,っていうトーン質感というこの雪景色の微妙な色合いっていうものもね派手なカメラ派手な設定派手な、えー、撮り方っていうんだとこういうのは撮れないのでね、はい、こういうのもうですよトーン重視の写真ですからねトーン重視。 でこれはジュエリーアイイイスのののの夜夜景、まあ、有景から夜景の時間帯でで、ね、イイののですすすねねねトトワラ頃氷美しいですよ、ね、でこれ寒さとか冷たさっていうのもよく伝わってくるんですけど微妙な、ね、空の色っていうもの空の色の変化これもねちょっと見どころの、えー、一つですよね向こうからちょっと色が変わってきてる、えー、ところですね、うんまあ、だんだんと日が暮れていきますだんだんと日が暮れてね日が暮れてくると本格的な夜が訪れるんですが。 そうするとこういう風にね星空が見えてくるねこれはね今度はね14ミリです単焦点の14ミリこれはねシグマの14ミリをつけてるんですね あのね、もうご存知だと思うんですけど L マウントアライアンス、ねえー、パナソニックの S シリーズのレンズとシグマの L マウントライカの L マウント全部ね使えますのでいろんなレンズを、ね、組み合わせながら使うことができるのもすごいメリットだと思うんですよね。その中でこれはシグマの 14mm の1.8っていう単焦点を使ってます、ね、そうすると空の星空までがわワーっとね広がってくるんですよねでジュエリーアイスも、ね、取れてっていう感じこれ ISO 感度1000で取ってますねもう暗いから。 感度ちょっと上げてます、ね、この S シリーズ S1 シリーズっていうのは色のトーンが美しくツヤがあるんですけれども今ちょっと「ISO 感度1000」って言ったんですけどねもう一つの特徴ってあるんですよねこれは何かって言ったら「どう、好感度に強い」ね、高感度に強いっていうのがこの S シリーズの特徴なのかなっていうのもありますよね。はい、カメラをちょっと一つ交換しました。さっっっき S1R S1 だたんですよこのになって S1、ね、に変えてこれ今度は完全に暗くなってから撮ってますアイスにはねちょっとライトを少し当ててますね星空内なので真っ暗なんですこれ真っ暗もうこれライト消すと真っ暗な状態ですだから少し光を当てて、えー、氷の部分にね、えー、明るくしてます。これ 感度、まあ、すごい超高感度昔だったら超高感度なんですけど今の時代だと超高感度っていうには、えー、そこまでじゃないのかなと思うんですけどでもいっそ3200だとねほとんどノイズがもう見えないんですよね。えー、もうぐらいで、ね、全くってういこのことから分かるのっていうのはやっぱり低照度での撮影時っていうのに感度を上げることを躊躇せずに撮れるってことなんですよね躊躇せずに。 ねえー、要はね今までだったら高感度にするのにどうしようかなちょっと画質悪くなっちゃうしなうん頑張ってスローシャッターにするかな絞りをどうしようかなって考えてたんだけどあんまりそういうの考えなくてもガーンともう感度上げていいですよってことなんですよね。 前だとやっぱり感度を上げるとノイズも出るカメラも多かったしノイズ処理がすごい上手であってもコントラストが弱くなったりとかねシャープネスしながのわれたりっていうそういう処理をするカメラとか画像処理とかっていうのが多かったんですけどもうこの S1 シリーズになってからはもう高感度をどんどん上げてください全然問題ないのでね、はい、そういう常識っていうものを覆されたかなというそういうカメラです。 はい、じゃあ高感度高感度って言ってるんですけど高感度プラス美しさっていうのを持っている、えー、カメラっていうものをちょっと証明したいと思いますここでね、えー、S1、えー、今僕はすごく好んで使ってるのは、ね、S1 なんですけど S1 はすごくね高感度でしかもね美しいんですよね美しいで高感度がいいっていうことは、えー、夜などのね暗い場所でも、えー、速いシャッタースピードが切れるっていうことなんですよね例えばですねこういうスナップですね ね、この写真かっこいいですよねなんかねかっこいいニューヨークですこれニューヨーク、まあ、自分で言うのもなんだけどね <laughs> あの,、えーまあ、あのこのかっこいいスナップ写真を撮りたいなと思っても夜なんかすごいかっこいいシーンが多いんですよねで今まで,今までだったらちょっと好感度にするのも難しいしっていうことで撮れなかったんですよでもそういうのが簡単に撮れるようになったのがこのカメラなんですよねこれ雨粒が見,見えますかね雨粒ね雨粒ね雨粒がバーってこれ感度がね2万です ISOISO 二 ISO 2万なんですよね ね、2万には見えないですよね、えー、ちゃんとあの,ー、あの超,高超高感度にするとコントラストも低下しやすいから、えー、こういった例えば、ね、この黒いシンワネの部分がふわっと見えたりとか、えー、白い部分がもやっとしたりとかね、まあ、あんまりメリハリ感がないんだけどもちゃんとメリハリ感もあるしシャープネスもちゃんと効いてるし、ねえー、かといって、えー、流用性があれあれになってるかっていったらまあ2万にしては全然耐えられるぐらいですよねねすすごいです、ね、これね。 何度も言うけどこのも二万ですよ二万 <laughs> ねねまああとちょっと引いて同じ被写体ですけどねあのちょっと引いてホワイトバランスを変えてみて印象的にねしてみたりとかねまあこんなもうねタクシー雨の中でタクシーの、えー、スナップなんてモチャノコ最最ですよねあのドライバーの顔なんかも見えてますよね、えー、面白いですよね、はい、このハイライトの部分この反射の部分路面がねまあ雨降ってるから え路面が濡れているわけですよ。このヘッドライトのところがこういう風に雨粒が反射したり、路面が反射したり、あとモクモクと水蒸気があったり、この辺のね質感とか描写っていうのもいいですよね。雨の写真っていうのは雨が降らないと撮れないですからね。で雨が降ったらどんどんとスナップ写真を撮りに行ってください。それがね夜だったらもう本当に言うことないですよね。うん まあどんよりした、ねあのー、雨の日なので、えー、雲もすごく低くってですねエンパイアステートビルなんですがエンパイアステートビルの塔が、あのー、雲のところにね引っかかっていて見え隠れしてたんですねこれすごい面白いシーンでした。で、ねえーまあ、ライトアップの光自体が雲にね光ってるのもなんかね面白いですよね印象的ですよね。 でまあこのね、えー、写真っていうものはですね実は今ちょうどとまあ,あの今、まあえー、収録しているこの日に、ね、発売中のですね朝日カメラのね3月号にですね実は付録で付いている「ルミックス・リーフレクション」っていうね、えー、小冊子が付録で付いてるんですけどこれの表紙になっている、えー、使われましたね、えー、これ採用していただいたんですけど、まあ、この写真がね これだけでもあかちょっとかっこいいなってね我ながらね思ったんですけどこれにちょっとね字を入れたりするとまたねかっこよく見えたりするんですねなのでね、まあ、ちょっと皆さんもね遊んでみてほしいかなと思うんですよね自分の、えー、写真に字を入れてみてね、えー、見ると非常に雑誌っぽくなってかっこよくなったりします。あのポストカードっていうかか、ね、年賀状なんかも同じですすよねこんな感じで字入れたりする、ね、で安心して使えるね好感度に加えてあのフォトスタイル。 トスタイルの中にモノクローム D っていうのがね S シリーズになって、あのー、ありますかできましたけどもモノクローム D を使ってみましたすごくね色が素敵な夜景なんですけれどもドラマチックな光景に出会えたらモノクローム D っていうのねおすすめなんですよね。これモノクロ,モノクロ白黒ですよね,ねコントラストとか黒の締まりとか白の抜け感とかね、まあ、あとは快調だとか流浄性だとかいわゆる白黒フィルム。 ということをすごく意識した、えー、会調性だとか流情性っていうことをすごくね網羅していつつやっぱデジタルの良さっていう好感度でもねそんなに崩れにくいとかね、まあ、そういうような、えー、デジタルの良さと、えー、従来の主力の良さっていうものが兼ねそろった、えー、歩道スタイルだなっていう気がします。ね えー、ブロードウェイ、ね、ブロードウェイというニューヨークにね通りがあるんですけどそこがちょっと横に入った路地の路地裏のところの壁に壁画があって壁画のところにね水蒸気がモクモクモクっときてたんですね、えー、そのモクモクっときてたところをちょっとね、えー、合わせてみましたねこのモロクローム D でねカラーだとこんな感じですねえー、ホワイトバランスはこれはね2万5600ですかなり薄暗い路地裏だったので 2万5600にしてもね、ちょっとね普通だったら2万5600なんてありえないですよね。2万5600で作品作りってなかなか勇気がいることなんですけど、実はこの S1 で2万5600っていうのは普通に取れちゃうんですね。これ2万5600見えますか？これ見えないですよね。ね、あの正直言って僕も驚いたぐらい2万5600っていうのは使えるなと思います。ね、あの100分の1秒 f5.6 ね。 100分の1秒にした理由は水蒸気がギュワッと流れちゃうと黙々感っていうものは消えちゃうから黙々感を残したいかために100分の1秒で撮っているとで結構早くバッと流れてるんですよね。うん、でもね100分の1秒にこんな夜の薄暗い路地でやるには当然やっぱり感度を上げなきゃなんないからだから25,600なんですよね。ねえあのねえこんなふうな作品ってなかなか撮れなかったですよね。 まあねでもスナップばっかりっていうわけでもなくって旅行に行ったら風景的な絵画的な写真もやっぱり撮るわけなんです僕なんかこれこの間ね船に乗ってたんですよね船。船に乗って 写真を撮ろうかなと思って夕方夕暮れで,ですね船に乗ってましたでこれ夕暮れでも結構暗いんですよねもう薄暗くなって太陽沈んでしばらく経ってからなので暗いんですこれも、えー、感度をすごく上げなければならないということなので、えー、これはね12,800まで上げましたねでもね12,800まで上げなきゃならない理由っていうのは何でかって言ったら船ってね水の上に浮いてるでしょ ね、水の上に浮いてるからやっぱ揺れてるんですよ多少はね進んでますから進んでるからね多少揺れたりするただ三脚を立てたって意味がないわけなんですよ三脚をどこでで揺れれるから絶対ぶれちゃうんですよねなので手持ちで取るしかないから手持ちで取るためにやっぱり感度を上げているっていうことなんですよねはい。 こういうい船旅っていうものも情緒があってやっぱ写真撮りたいなと思うと思うんですよね、えー、でもやっぱり高感度にしなければならないから撮れなかったっていうシーンなんですけども、えー、まあねこういうような感度12,800っていうふうにすることによって撮れるんだと、ね。海ですね海これも感度12,800ですね海の写真今の船から見た風景ですね。 これはですね今の船からですね夜ですね夜中に撮りました深夜0時ぐらい日が変わるぐらいですね、えー、ちょうどこれは南シナ海のあたりだから、えー、フィリピンからタイのあフィリピンとタイの間ぐらいですよね、えー、南沙諸島とかあるあたりですよねあのあたりの海もう本当に手が届きそうになるぐらいねもう,うわーっと星空が見えるわけです。 ね、海の真ん中だから真っ暗だしもう見,見えてるのはねこれ波は船の明かりで見えている船の後ろこれ後ろ側ですね後ろなの,で,あのなでスクリューでかき回された波ですよねしぶきと煙ですあの煙突から出た煙それがふわーっとして煙が出ている感じですね。それが 船の明かりで照らされて撮っている。これ感度が、えー、とよくしたとに四千だ。四千感度四千ですね。でシグマの十四ミリを使ってます。十ミリ一点八。これはですね一点八開放で撮ってます。開放。で、えー、これで、ね、驚くのはですね、えー、これシャッタースピード実はね二秒で撮ってるんですね二秒手持ちなんですよね手持ちでで船ってやっぱり進んでるから少し動いてます。なのでもう一生懸命頑張って息止めながら。 取ってるんですよこれでその状態で取ってるわけなんですがど、2秒でさすがに止まるっていうのはびっくりですよね。まあ14ミリっていう広角っていうねそれもあると思うんですね。それと、えー、この強烈な手ブレ補正、ボディー内手ブレ補正が入っているのでその能力はね素晴らしいんでしょうね。なのでこれあの2秒で撮れました。ねで驚くのはねこの写真なんですよね。 これ自分でも頑張ったなーって思う一枚なんですよねこれはですねこれね3.2秒なんですよねわかります ?1 2,、2、3 3秒ね3秒3秒もシャッタースピード開けっぱなしにしてこれ実は手持ちなんですよねまあちょ,ちょっと壁かなんか寄りかかってますけどそれでもあの手持ちで3秒なんですよねさすがにこれはびっくりしましたあの見えますかねこれね画面でねここにこうふわーっと流れてるこれ天の川 天の川お。生まれて初めて天の川を手持ちで撮りましたね。<laughs> これ初めてでした、本当に、あのー。天の川って手持ちで撮れるんだなっていう、ちょっと驚愕した写真なんですけども。まあ、船の先端が、えー、船首側が見えてます。で、船って、あの夜ってね、あのー、船長とか、まあ、航海士がね、あのー、操縦するときに。操舵室も含めて、前側っていうのは、真っ暗だから。 あの何か他の障害物があったりするとねあの見るために真っ暗にしてるんですよ照明全くななし室自体も真っ暗なんですねだから全く光がないんです若干時々何かの機械かな何かの機械かレーダーの光が回ってくるのかな少し照らされて若干ほわっと見えるかなって光が照らされたのがこの一番先端の部分に消える。 ね、要は感度4,000で1.8の、えー、開放で3秒だからすごい暗いはずなんです天の川が見えるから、ね。っていうぐらいの暗さなんですよね。で橋郭の本当手ぶれ補正ですよねこれね。 でまあ、旅行してればね、えー、僕すごく旅行好きで,やるんで行くんですけども旅行すればいろんな外国にも日本にもそうなんですよお寺があったりね、まあ、寺院があったりしこういう寺院とか博物館とかいろんなところ入ったりして写真撮りたくなると思うんですけども寺院に入って写真を撮るとやっぱり暗いですよね。ここもすごい暗かったですで暗かかっったたらやっぱ高感度にしたいで,でも高感度にするとどうかな画質が悪いかなって思うところをこれは感度6400で撮ってます。 これはのタイのパタヤっていうねパタヤビーチっていう有名なビーチがあるんですけどそのすぐ近くにある、えー、サンクチュアリオブ・トゥールースっていうね、えー、寺院があってこれ、あのー、アジアのサグラダ・ファミリアってよく言われてるんですけど今でも建築中なんですねで建築中でトンカントンカンずーっとこの彫刻をまだ彫ってるんですよ彫りながら作ったりしてるんですね寺院も寺院もすごいかっこよくって海沿いにあるんですけど、えー、職人さんが、ね、あっちこっちでトンカンやりながらやってます。 で、ね、驚くのはねこれ非常にこの、えー、彫刻がもうびっちりともう何万体あるのかなっていうぐらい、えー、仏像だとかがねあるんですけども一本もね釘を使ってないらしいですよね。釘を使わずに建築され日本でもね神社とかで釘を使ってないとかってねそういうのはありますけどこのお寺もね釘を一本も使ってないそうなんですよねすごいびっくりでするパタヤに行ったら必ず行ってほしいなっていうところなんですよね。 でこういう場所はねやっぱすごい彫刻が、えー、細かいからここはね S1R で撮りたいなっていうことだよね。これ細かいところは S1R。で,で S1R でも好感度でね撮れるっていうねそういうメリットを2つを、えー、使ってるってことですよね。高感度でも美し,く美しく撮れるっていうことはねやっぱりこういうふうに大幅に作品の幅を広げてくれるっていうそういうカメラなんですよね。はい。 で長時間旅行による、ね、時間の表現っていうものも僕はいろいろやってます。まああの本当に古来から芸術の文化芸術文化っていうのは時間の挑戦っていうかね時間をどうやって表現しようかっていうことをねいろいろ試してチャレンジして,いしてこられた方が多いと思うんですけどね、まあ、よく写真で使われるのは長時間旅行っていうのは例えばこのここ、ね、雲を流すとかね 最近よよく流行ってますよね、雲を流してみようとかね、えー、そういうような写真これはイタリアのねポルトフィーノっていうところなんですけどただ単に観光写真撮るのは面白くないからそこで雲をうわっと流してみて撮ってみてる。 でよくあるのはこういう夜景とかでこういう光石をねこういうふうに人間の目は60分の1秒ぐらいで見えてると言われてるのでパッと見えちゃうから光石にならないんですよねでも写真っていうのは長時間にすることによって動いたものを写し取ることができる要は時間を写すことができるっていうのがやっぱ写真の一つの特徴なのかなとも思いますよね。 で長時間の光っていうのは時間の表現だけではなくてですねあの見えているものが見えなくなったりとか見えてないものが見えるようになったりとかっていうようなそういうようなね、えー、非現実的な世界を映し出すすこともでできるんですよ、ねはい、まあそれはやっぱりね当然のことながら長時間撮影に耐えられるカメラじゃないとダメなんですよね。あのー、ね。えー まあ最近でもないけどカメラの種類によっては録音時間をね30秒ぐらい録音するだけで結構あのノイズが出てきたりちょっとなんかあの画質的に問題が出てくるかなっていうカメラも中にはあるんですけども例えばこの写真はね60秒上げてるんですよね60秒60。秒上げても全然何の変わりもないで変わるのは当然表現が変わるってことなんですね。雲がが流流れれふわっっとなななたりこの川のの川鏡鏡面ににるるようになる そういうような、えー、見えてないような状況になっていくっていうのもこの60秒にすることによってできる。これ長時間の方によるね写真の表現の、えー、面白いところですよね。はいじゃあルミックス S シリーズを使い始めてね変わったことっていうことをちょっとねまとめてみたいと思いますね綺麗、えー、な写真ではなくて美しい写真を、えー、撮ることに専念できるようになったと専念ですねはい,いやあとは美しさを え思い通りに表現できるようになった色の美しさね色あとはノイズや画質を気にすることなく躊躇せずここ重要ですよ躊躇せず高感度で撮影できるようになったっていうのが、えー、僕の今までのね経験上ではありえなかった、えー、この S シリーズを使い始めてやっとこういうカメラに出会えたなっていうね、えー、感想でしたこういう印象でした。 はい、えー、まあ短い時間でしたけどね、この辺でね、お話、えー、終わりにしたいと思います、えー。ご清聴ありがとうございました。